本日はようこそお越しいただきました。まあ、もちろん先生を偲ぶんでございますけども、思えばひろみさんのね、ひろみさんの今でこそ岩崎ひろみのバラードは素晴らしいって言われてるんですけども、そのバラードのきっかけは三木先生のメロディーだったんじゃないですかね。そうです、10代最後の秋に作っていただいたこの刺繍機が、ですよね、はい、思えばね、この曲作りの時にあれですか、いろいろ先生との思い出みたいなものございます？そうですね、とっても初めてのバラードでしたので、私にとっては難しくて、歌うレコーディングですごいこう苦労したんですね、でもやはり先生がいろいろ歌って聞かせてくださったりとか、とっても甘い言葉をおっしゃる方だったので、怖くなくすごく本当に優しい印象だけが残っています。そうですか、でもあれですよね、先生は確かもう一度ひろみさんと仕事をしたいっていうふうにねおっしゃられていたそうでありました、はい、それが無念ですね。そうですね、もう一度書きたいということを、関係者の方から伺った時に、もうぜひ書いてもらってくださいって、お願いしてくださいって申し上げたんですけれども、それからしばらくしても岡山の病院に入られてしまったので、病院では書けないのかなと思って楽しみにしていたんですけれども、まあ、そういったような思いも残されましてですね、まあ、先生は言ったわけでございますけども、改めてあれですかね、今もしお言葉をかけるとすると。そうですね、もう日本のスタンダード曲になるようなこんな素晴らしい歌を書いてくださっているので、私が歌っている限りは私は大事に歌っていきたいと思いますし、いろんな方に歌い継いでもらいたいと思っていますですね、はい、じゃあ心の準備よろしいですか、僕ら刺繍機を歌っていただきたいなと思いまして、はい、今日ねお越しいただいたわけでございます。よろしいですか、はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。はい、岩崎宏美さんに歌っていただきましょう。刺繍機です。足音もなく行き過ぎた季節を一人見送ってハラハラ涙あふれる私18無口だけれど温かい心を持った人の別れの言葉抱きしめやがて19に心揺れる秋になって涙もろい私なんか書いている「お元気ですか」「皆さんいつか会いましょう」「無邪気な春の語らいや華やぐ夏のいたずらや」岩崎宏美さんの歌唱力がふんだんに生かされたメロディーラインですね、これはね。宏美さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。